偽造品の取引の防止に関する協定。偽造品の取引の防止に関する協定。偽造品の取引の防止に関する協定。A、アクタあるいは模倣品。海賊版拡散防止条約は、知的財産権の保護に関する国際条約。日本国内報道では、偽ブランド品規制条約。偽ブランド防止協定。偽造品取引防止協定。 模倣した物品の取引の防止に関する協定、模倣品防止条約、模倣品不拡散条約、模造品取引防止協定、模造品防止協定、海賊版拡散防止条約、反偽造貿易協定などと呼ばれることもある。偽造品やインターネット上の著作権侵害を取り締まるための国際的な法的枠組みを取り決めるため、世界貿易機関、WTO や、 世界知的所有権機関、ワイポ、国際連合、UN といった既存のものの他に新しく国際機関を設立しようというのが狙いである。2011年10月アメリカ、オーストラリア、カナダ、韓国、シンガポール、日本、ニュージーランド、モロッコの8カ国によって署名された。 2012年1月には欧州連合及び欧州連合加盟国のうち22カ国が署名し、署名の数は合計31になった。協定は6カ国による批准のご効力が及ぶ。日本では2012年9月6日に衆議院本会議において批准することが賛成多数で可決された。一方でアクタはインターネットの自由を侵害するという懸念から、 同年7月には EU の欧州議会がアクタの批准を否決した。2013年現在、批准国は日本のみである。インターネットについて、その他、アクタの構想は、日本の知的財産戦略本部が2005年7月に決定した知的財産推進計画2005に初めて盛り込まれたもので、日本はグレインイーグルズサミット等において、 条約の締結を提唱してた。2006年に日米間で修正案が交換された後、欧州連合、カナダ、スイスが2006から2008年を通じて予備交渉に参加。正式な交渉は2008年6月に始まり、オーストラリア、韓国、シンガポール共和国、ニュージーランド、メキシコ、モロッコが加わった。2008年6月から、 ほぼ各月で計11回の会合が行われ、2010年10月に大筋合意に至った。協定の交渉に参加した国及び交渉参加国がコンセンサス方式によって同意する他の WTO 加盟国によるは2013年5月1日まで署名することができる。加盟国のうち6カ国が批准書、承認書を帰宅してから30日後に、 当該6カ国間でまず発行し、以降各国の批准諸島の帰宅後30日後から、順次当該帰宅国にも効力が及ぶ。2013年5月1日以降、署名をしなかった WTO 加盟国は、アクタ委員会の承認に基づいて加入することができる。2011年10月1日東京で、署名式が行われ、アメリカ、オーストラリア、カナダ、 韓国、シンガポール、日本、ニュージーランド、モロッコの8カ国が署名。日本は黒葉孝一郎外相が署名した。2012年1月26日再び東京で署名式が行われ、欧州連合及び加盟国の内アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、 ブルガリア、ハンガリー、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルクの22カ国が署名した。スイスとメキシコ、そして残りの欧州、連合加盟国エストニア、オランダ、キプロス、スロバキア、ドイツは参加はしたものの署名はしていない。協定の制定には、アメリカ映画協会、ムッパーやアメリカレコード協会、 RIAA, ビジネスソフトウェアアライアンス ,VISA, 米国研究製薬工業協会、ファーマといった規模の大きい著作団体の圧力がある。模倣品や海賊版については、世界貿易機関 WTO の知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 TRIPS 協定において、 知的財産権侵害の取り締まりなどにおいて、加盟国が守らなければならない再現の基準が規定されている。人権団体やネットユーザーの間では、インターネット上の言論の自由を縛る危険性が懸念されている。ウィキリークスにより公表された上部案によれば、ネット回線を強制的に切断する権限を与える案や、国境警察によるパソコンや i p h o n 内ないの。 ファイル検閲を認める内容などが多く含まれ、著作権侵害をの非申告罪とすることや、法定損害賠償について、議論の対象となっていた。福井検索によれば、表現の自由の制約に、直接つながる条項は削除されたものの、既存の著作権の枠組みやネットの自由からは一線を、超える内容を多く含んでいるとしていい。一般社団法人インターネットユーザー協会、ミアウは、 日本主導の協定なのに管轄が明らかでないことや、外務省が当初、上部案の日本語訳の作成予定はないと発言していたことを指摘している。国境なき医師団は、後発医薬品の供給を脅かすとして、協定への懸念を表明している。欧州連合及び欧州連合の多くの加盟国による署名は、協定反対の意思を表明する欧州議会の交渉人。 カデル・アリフの辞任及びヨーロッパ全土にわたる抗議運動を引き起こした。2012年8月3日の参議院本会議で、アクタ、偽造品の取引の防止に関する協定の締結について承認を求めるの件の採決が行われ、賛成217票、反対9票で可決された。8月31日に先日可決された、問責決議のため、野党が、 審議拒否する中、衆議院外務委員会で承認された。外務委員を務める議員に、意見や苦情のファックスや電話、メールが多数寄せられ、同じ文面のものが大量に届き、ファックス機が正常に使えなくなったほどだという。9月6日の衆議院本会議において野党が、審議拒否のため欠席する中、賛成多数で可決され、日本が悪他に批准する最初の国になった。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。